皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。今回は裏蓋パッキンの選び方についての動画です。あくまでも目安になりますが、内径や外径を測って最適なサイズを合わせています。ぜひご覧ください。寿命ってどれぐらいですか？一番いいのは電池交換のするたんびに変えた方がいいかもしれない。そうすると2、3年に1回とか。そう、2年か3年ぐらい電池寿命だと。ずっと押された状態になっているので、そういうふうに潰れた状態になっちゃうんですよね。だどん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 防水性が悪くなって、どういう不具合が？ゴミが入りやすくなるし、水も入りやすくなる。要は押さえてらんないとなるから隙間がなくて。内径に合わせたサイズでいいのかな。あんまり大きいっていうか、こっちにぴったりだと蓋閉めた時にはみ出るんですよね。なんで若干ちっちゃめのでやんないと密着しないから。これぐらいのね、ちょっと大きいんだけど、もう今回はちょっとこれを19.5 っていうのを使うんだけど、はい、こんな感じですかね、大きさ的には。これでこうふわっと置いて少しちっちゃいかな、みたいな、ちょうどいいかな。外径が 20.4 20.5 だよね。そうするとやっぱり外で合わせるとぴったりなんだけど、ちょっと緩いかなっていう感じ。これぐらい余裕が出ちゃうんで。それで締めちゃうと余っちゃう。どうかな、余るかな。はみ出はしないね。密閉性がちょっと弱いかもしれないね。うん。密閉性がないとやっぱりその防水性だったりに関わってくる。うん。防水の時計はね、これ多分、これは防水時計じゃないんで、あれなんですけど、これだと、裏蓋のここの部分と、ここでしか押さえてない感じになっちゃうんですけど、若干ちっちゃめので入れると、ここの密着性も出てくるね、この縦の部分の。縦と下で密着するから、より、防水性が出るんじゃないかなと。だから難しいんだよね、説明するのが。パッてやってないから、まあ一番いいのは外した大きさぐらいが一番いいんだけど、バレないんですよね。バレない。そう。これだと分かんないよね。実際これが正解かどうかが分かんないから。だからやっぱり内径で測っちゃった方が早いかな。内径と同じ寸法のでやった方が安全かもしれない。このちょいのところをアップしてもらえば多分映ります。19.5 と 19.0。分かんないですね。まあ、変わんないですね。こっちの方がちょっとちっちゃいのかな。実際乗っけるとまあこんな程度しか変わらないんで。ただまあつけるには別に問題はないとは思うけど。伸びやすくなってしまうっていう感じですね。弾力性が。あんま細くなりすぎちゃうとね。これぐらいかな、やっぱり。上にした方がいいかもしれないですね。内径を測って、近い数値の上の方ですね。19.1 だったら 19.5 にしちゃうとか。フラットパッキンは作るタイプの裏蓋に多く使われる。仕分けタイプは比較的これが多いです。ボリュームのところ、こんな感じ。横から見たときに、
外側がまっすぐかちょっとこう丸みがあるかっていうのを見ると、うん、ヒラパッキンなのかホーリングなのかっていうのが判断つくと思うんでしょうか。シリコングリスを塗るっていうのはそうですね、つけた方がいいと思う。つけないとね、摩擦パッキンのこのゴムの摩擦でやりづらいかもしれない。ついてることによってスムーズに出せるから、まあゴミ、一応まあ防水の補助にはなんないんだけど、スクリュータイプだとやっぱりこう回して締めるときに摩擦が発生するので、そこのまあ劣化しやすくなるところを多少和らげるというか、滑りを良くするような感じ。ねじみ道。でもこれね、本当はグリス塗っといた方がスクリューのやつはいいんですよね。あ、なるほど。金属同士が入ってくるから、そこが噛んじゃって、蓋が開かなくなるっていうこともあるんで、どうしても押さえながらやるから、溝がこう押されたことによって歪んじゃって、噛んじゃうと思います。今回はラウンドタイプでのパッキンの合わせ方をご紹介しました。ラウンドタイプ以外の場合や計測が難しい場合には、時計店、修理店へご相談ください。いぎみ商店各店舗ではお預かりでのパッキン交換を受け付けています。インターネット受付は ER 時計修理までお願いします。また、ゆうまるしの時計修理は必要に応じてパッキン交換を行っています。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。